私ド S かド M どう見える？ってそういうこと聞いてないよただ最近思ってきたの、なんかこう私はいつも自分のことを、すごく頑張り屋さんっていうふうに言ってるんだけど、実はその頑張りたいっていう気持ちよりも本当はただその我慢力による痛み、そういう痛みが好きなタイプになったんじゃないかなとちょっと思ってきたの。特にその日本語の勉強に対して、例えばそのなんか最近ね、まあ最初から言うと、なんか最初の時はその最初日本語を勉強し始めたその最初の時に、私が日本語を喋ってる時になんか日本人がそれを聞いて、あ、すごいね、日本語がとっても上手ですねとか、あ、日本語うまいねとか、そういうちょっと励みな、まあ励ましてくれたんだけど、なんか最近その代わりに、あ、日本語がすごい、なんでとか、え、どうしたのとか、え、なんでそんなに喋れるのとか、そういうちょっと励みよりもちょっと理由が知りたいのっていうような、反応が来たので、私も知りたくなってきたのっていうのが、そのなんかその最初の時は日本語をここまで、させたいっていう、目標っていうのは、ただその日本語で会話できるようになりたい、またはその日本でも生活できるようになりたいっていうふうに、まあ、そういうふうに思ったので、私この日本語で会話できる、まあそうなった私を今見ると、あ、そういう夢、その夢を実現したと最近すごく感じてるから、なんだろう、なんかこれからの私はどうなる、またはそのこれからの私はこの日本語を生かしてどうすればいいのと、いつもっていうか、なんか最近すごく混乱してる。ちゃんと何かを向かって絞って頑張りたいんだけど、ただ最近は何かのためじゃなくて、なんかただ頑張ってる、続けてる。もちろん自分の、自分の仕事とかその生活の中で使ってるけど、もっと固い、なんていうの、もっと具体的な理由を持ってもっと頑張りたい。それがあれば、こういういろいろしてる勉強になれないから、その時間を無駄にしないから、それをちゃんと見つけたい。だからなんか最近手探りで探してるけど、その理由を探してるけど、あんまりまだ知れないねでもそのうちにやっぱり続けたい、頑張るやっぱりド M か、私完全にド M と思うかもしれない。どうだろう。で、実はこのド S かド M のお話なんだけど、私はこの言葉を今日さえ聞いたばかりなの。だからちょっと日本人に聞きたいんだけど、なんか前はなんか S か M、それただ S か M、それだけの言葉だと思ったんだけど、なぜド S かド M、こういうドは何のドちょっと日本語の勉強になるから教えてでもこれから頑張りましょう、私みんなも。なんか最近日本語の勉強だけの動画アップしてるような気がするから、その自分のことをちょっと見せたかった。だからこういう動画をその自分の悩みを動画でちょっと、知らせたかったの。でも今日はこういう変な動画を見てくれてありがとうございました。次回までよろしくね。レタでした。バイバーイ。